歴代 OB による夢の1打席対決をお楽しみください。ベイスターズピッチャー斉藤明夫、背番号17。ライオンズバッター岡村貴則、背番号28。同級生というこのお二人、1976年日米大学野球選手権日本代表のチームメートとして共に戦い、プロ入り後はセパに分かれ、対戦のないものの80年代を中心にチームを支え、高知時代は共に日本一を達成しました。プロ現役時代は実現しなかった同級生同士の対決です。しっかりした姿をね見せられてよかったかなと。で、まあ、久々に岡村君と会って同級生対決なんですけど、まあいい対戦できたんじゃないかなと思います。もう非常に嬉しかったですね。球速くてびっくりしました。全くないないですね、はい、初めてです。初めてオープン戦もあんまり早い時期投げなかったので、やはりこう雰囲気っていうのはね、やはり昔こう実績持ってるだけにバッターボックス入った雰囲気っていうのはね、やはりこうあるし、こうミートももちろんうまかった選手なんで、足が速いという印象があるから、こう当て逃げだけはしないように注意しましたいや、やっぱりね、まだ現役できそうな球が言ってるよすごいですね、やっぱもう鍛えてるから今でも相当速い球来てますよ。まあ先ほども言いましたけど、やはりまあチーム両チームともね下の方に低迷してますけど、まだまだ残り試合あるんで、常にあの全力プレーでやってもらえれば、おのずと勝ち星も転がってくるし、ただまあ結果だけにとらわれないでね、やはり先を見てしっかり野球やってほしいなと思います。そうですね、こんなお客さんいっぱい入ってくれてるんだから、なんとか頑張って、両方なかなか勝てないですけど、一緒にやればまあいい試合をできればいいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。